グッドコムアセット知ってる？俺たちのグッドコムアセット。あと何セットいくって？ん？あ、いや、アセット的な。グッドな未来へ、グッドコムアセット。グッドコムアセットがいいよね。グッドコムアセット。グッドコムアセット。グッド。人気なんだ。グッドな A セット。グッドな未来ですからね。グッドな未来。あ、メールメール。グッドコムアセット。お願いします。はい、じゃあ入られますね。山下さんです。よろしくお願いします。よーい、はい。グッドコムアセットして、俺たちはグッドコムアセット。あとワンセット。はい、よ、あ、アセット。カット。カット。カットってちょっと。いいと思います。はい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 。ありがとうございました。また。よーい。はい。人気なんだ。グッドなエアセット。グッドな未来ですからね。グッドな未来。はい、はい、カット。カット。よーい、はい。グッドコムアセット。ごめんなさい。カット。今だと待ちすぎましたね。実際僕もサウナによく行く機会がありまして、個人的にもサウナ好きなんですけど、そのリラックスした空間の中で、あの、実際その CM のトーンといいますか、結構ゆるいトーンではあるんですね。いい意味でこうリラックスした、あの、まったりしたトーンの CM なんで、そういうの結構こう自分自身もリラックスしながら撮影できたなっていう感じで、あっという間に終わってしまいました。みんな知ってるのに僕だけ知らないっていう、ちょっと置いていかれた感というのがこう絶妙にもどかしかったです。 僕自身もそのちょっとそのシュールさがあるんですけど、そのユーモアを僕自身も楽しみながら撮影させていただきました。これは現場に行って、その他のキャストの皆さんと一緒にやってみないと分かんないなと思ったのが正直なところだったんで、でも実際本当にあの同年代のキャストの方だったりしたんで、すごい ゆるーくリラックスして本当にでき撮影できたんで、すごくやりやすかったですね。あのサウナ行く、誰も行かなかったですね、サウナ。僕だけ行ってたんで、ちょっといろいろサウナの良さをアピールしてきました。あとはあの皆さん結構あの変わった趣味の方がいて、クワガタ取りに行くのが趣味だって、で一日中山を歩いてるって言ってた方がいたんですけど、そういうなかなか聞けない話も聞けたんで、楽しかったですね。みんなすごい息合ってたんで、 ある意味で違和感なく、あっという間に時間が過ぎてしまったん で監督も結構パパパパパって撮られていく方だった。すごいテンポよく、あの、息ぴったりで撮影できてたんじゃないかなと思います。で本当にあの緩かったんです。本当に緩くて、であとこう何セットだっけって、 ある意味でこう見てくださってる方にこう投げかけてるというか、一
緒に考えられるっていう意味ではなかなかこう頭から離れないあの作品になるんじゃないかな、そのゆるさがちょっと癖になるような作品になったんじゃないかなと思いました。なんか自分だけやっぱこう知らないっていうのはちょっと悲しいところでもあるんで、その歯がゆさをね表現できたらいいなと思ってます。いやもう素直に聞きますね。ちょっと恥ずかしいですけど聞いた方がこう一番早いですよね、うん、その一瞬の恥ずかしさを乗り越えて聞くようにしてます。そういうねあの場面に遭遇することはきっとね誰しもが経験することだと思うんで、はい、あの知らない人がいたらねマウントは取らないでください言いたいですね、はい、家族と仲間と仲良く過ごしつつあの1ミリでもね自分の世界を広げていけるように努力したいなと思います、はい、いろんなタイプの CM があると思いますが今回のグッドコムセットさんの CM はゆるくゆるいんだけど頭から離れないそういうような魅力のある作品になっていると思いますのでぜひ楽しみにご覧ください。